無沙汰しております。特急スーパー北斗号に揺られて、これから日本で一番と言われる秘境駅に向かいたいと思います。その駅というのが北海道室蘭本線にあります小幌駅。この先の長万部で普通列車に乗り換えるんですが、まあこれ行き方も日本一の秘境駅だけあって過酷を極めるんですね。こちらの普通列車に乗り換えていくわけですが、こちら方面から小幌に停車する列車っていうのが1日2本しか出ていません。まあ、つまりこの列車が始発、次の列車が終電というわけです。ここまで乗ってきたスーパー北斗号、もちろん小幌には止まりませんから、ここでお見送り。日本全国で秘境駅と言われるところはたくさんあるわけですが、この駅何がすごいかって、利用状況がわからないんですね。1日の平均利用客8人少ないなとか、そういう次元ではありません。意味がわからないですよね。どう使われてるのかすらわからないと。日本一の秘境駅と言われるのも納得です。ここ長万部を出ると小幌駅は2駅先、だんだんと構造物がなくなっていきまして、秘境駅に近づいている、その実感が湧いてきます。次は小幌です。列車は長いトンネルに入りまして、抜けようかというところで到着案内がかかります。どこに駅があるんだっていう感じで、トンネルを抜けるとすぐ奥にトンネルが見えますが、その間、このわずかなスペースになんと駅が設置されています。いや、これが一度は訪れてみたかった日本一の秘境駅。見たら分かる通り何もないですからね。ひたすらに森、早速降りまして楽しんでいきたいと思います。これはすごい、これはすごいぞ、これはすごい。もはや観光スポットみたいになってるな、これ。人がたくさんいるけど、とんでもないな、これ。マジか。小幌に到着。おー、すげえ。列車は出発です。東室蘭行き。うわー、そのままもうトンネルから出てきたばっかりですけどね。もうあっという間にトンネルに吸い込まれていきます。やばい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 、蜂止まってる、蜂止まってる。これ蜂やんな、これ。おー、ふざけんな、ふざけんな。やばいやばいやばい、これやばいやばい。なんか変な虫が多い。ちょっと待って、ちょっと待って、いきなり蜂に襲撃された。これ、でも巣があったわけじゃないんですけど、ちょっとね、これはね、シャレならん、日本一の飛行機、改めて小幌ですけれども、まあ、まずね、最初に見てもらいまして、目に飛び込んでくるのがですね、こう四方がしっかりとこれ、急斜面に覆われております。こちらの方が急斜面、そして急斜面、で、急斜面という風になっておりまして、こっちは海というね、ここに到達する手段っていうのが、道がですね、車が来れるところっていうのはないんですよ。だから、鉄道、まあ、それも、今日僕がこっち方面に関しては乗ってきたものが始発になります。だからやっと今日1個目の列車が行ったということになるんですが、さらに面白いのが、もうこっち方面はね、次に来る列車が終電ということで、1日上下合わせても6本しか列車は止まりません。ただこれ本数がね、ここを通る列車が少ないというわけではなくて、スーパー北斗はね、結構な頻度で走っているんですが、全部通過、また貨物列車も通過ということで、列車は多いんですが止まる列車がもう全然ないということなんですね。列車がすごいな、これ。虫のオリンピックですね、これは。やばいやばい、もうね、しゃがんでますけれども、なんか鳴ってるぞ、鳴ってるぞ。これね、踏切の音が鳴っております。やっぱ鳴ってるということはですね、まあほぼ間違いなく通過列車なんですね。止まる列車がね、1日6本ということなんで、まず通過列車と考えていいです。で、こうすると本当にね、こういう音が鳴ってるだけなので、もうついここが線路ですからね。これはちょっと、まあ、遮断機も一応あるんですけど、これ多分今から降りるのかな。これちょっと気をつけないといけません。おお、風もなんか強っ。今遮断機が降りました。聞こえるかな。これあれなんですよね、通過列車も停車列車も案内は同じ、列車が入ってきますという案内になります。おそらくこっちからこう入ってきます。おお、ライトが見えるぞ。おー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 、すごい、トンネルからの風がすごい。うわー、列車の力というのはものすごいものです。叫び声を上げながら、貨物列車かな、これは。通過。あー、うわー、うわー、なんか鳴き声みたいですね。あー、乗せてくれ。脱出したい。はい、出て、いきなり蜂に襲われるってこんなことないでしょう。ほんまに大変ですよ、ほんと。うわー、貨物列車結構なスピードです。
このようにもうトンネルから出たと思ったらすぐに3秒ほどでまたトンネル。そう、ここはねどういうところに立地しているかと言いますと、あ、でも電波はつながるんだな、これ、まあ、ここが小幌なんですけれども、見ていただいても分かるようにね、完全に森の中ということになっております。駅って普通ですね、こんな感じでね、こうやって森があってですね、開けたところに存在しているものなんですが、容赦ないですね。これはもう完全に緑ですから、どう考えても緑なんでね。さっきのね貨物列車の煙がすごい残ってますけれども、ここに書いてあるのは礼文家山というふうに書いています。礼文家山を貫くように礼文家トンネルというのが伸びていて、どちらもねこの長大トンネル、かなりの長さのあるトンネルに挟まれているこの地なんですが、礼文家トンネルと、こっちが函館方面になるわけですが、新べか牛トンネルというトンネルです。ずっとねこう山越えということでトンネルが続くんで、たまたまここでパッと開けた土地が、まあ、開けてるって言えるのかどうか分かんないですが、まあでも駅をね設置できるこうギリギリの約80メートルだけトンネルがない区間っていうのがありまして、そこによっしゃ駅作ったろうということで存在しているのがこの小幌駅です。いやこれ良かったな、鉄道ファンの方がね僕以外に2人いらっしゃるんですよね。どんだけありがたいことか、これね心強い、ま、マジでやばい。あの日本一っていうのはちょっとね正直2位との差がかなりあると思います。これはね例えるならウサインボルトみたいな感じですね、圧倒的1位。それをねあの開始3秒で味わっているんですが、さっきねあそこら辺でマジで橋に襲われてたんで、なんかでっかい橋、でっかいな、これなんかバッタ、バッタかな、違うか、もうちょっと全部生き物に見えてしまうんですけれども、まあ、ここがこう校内の踏切があるじゃないですか。で最初にねこの駅について面白いのが、蜂に襲われてからねスズメバチ注意の看板を見るっていうね。もはや手遅れなんですよ。そんなことありますね、普通なんか注意って書いてあって、やばいなスズメバチいるんだと思って、スズメバチぐらいならねまだわからんでもないというか、まあそれでも意味わからないんですけど、だいぶ卑怯感出てますけども、僕はこの看板を目にする前に蜂に襲われましたからね。それからマムシ出没注意、マムシが出て、あのさちょっと僕半袖なんですよね、完全にミスってるよね、舐めてるよねこれ。マジで遊び半分で来たら大変なことになるっていう風にねちょっと思わされましたね。あの夏はあのクマが出るんですよ、クマが出るらしいですここら辺は。で冬は冬で雪が積もるんですよね。いつ行きゃいいんだっていう感じじゃないですか。で、まあ、道としてはこれになります、まあ、駅前一等地がここになります。あれがね確かお手洗い、お手洗いなんですよ。そうこの駅には実はお手洗いが設置されていてですね、なんとも良心的という感じなんですけれども、まあ、この近くにですね海岸、あの釣りをする方がねここに来られたりもするということで、海岸とかそれから仏様、おっと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 、こいつやこいつや、どこやどこ行った、スズメバチおるやん、おっと死にたくないよ。列車、おおお、ちょっと待って、また来るぞ。これ特急じゃない？これ特急じゃない？あのね、多分ね、僕思うんですけどね、特急乗ってる人もね、小幌駅通過したことにすら気づかないんですよ。だってずっとさ、3分ぐらいずっと、5分とかね、トンネルに中入って、出たと思ったらもうすぐトンネルですからね。さあ、何が来るか。あ、貨物！おぉ！レッドベアや！おぉ！また貨物でしたね。ということは、もう次に来る通過は、特急なのか、そんなにスピードは出てない印象ですね。80キロぐらいかな。おお、もうねこれ列車がすごい、わかります、この風、これねトンネルですよ、トンネル、トンネルって空気の逃げ場所がないから、列車がこう来ると風がこっちに出てくるんですね。そうするとなんだこれは、いやこれはすごい、報道リポーターの気分を味わえます。非常に強い風が吹いています。さあこれはなんだ、さっき貨物列車行きましたからね、来た来た来た、明かりを見てください。そう、おお、貨物やんけ、貨物やん、うん、乗せてくれ乗せてくれ、貨物かい、貨物多いな、こう黄色い展示ブロックという概念がないんですよ。これ怖すぎるでしょ。黄色い展示ブロックもクソもないんで、いやーすごい。でこれがですね、あのそのトイレなんですけれども、その物置って書いてる物置初めて見ましたね。物置があって、この横ちょっと待って、バイオトイレって何やねん。なんかトイレの上位互換みたいになってるけど、この小幌駅のね、この風貌、ここにバイオトイレがあります。これだけもう最先端みたいな感じの名前をしてるんですが、どういうこと、ちょっと待って、でもね、虫がこれ大量にいるな。アブかハチかちょっとよくわからんけど、ちょっと行きたくないな。行きたくないけども行くしかないですよね。皆さん見たいでしょ、バイオトイレが何か。僕も見たいですね、バイオトイレ。もうちょっとさ、虫減ってくれないかな。じゃあ行きますか。開けてみますか、バイオトイレ。絶対ここに巣があるんや、ここに。だからこんな。でもハチじゃないな、これ。ハチじゃないけど、ブーブー言ってるのがうざいですね。なんでこれトイレ開けんのにこんな。なんでトイレ開けんのにこんなならなあかんの。日本一の飛行機はスケールが違う。おー、
どういうリアクションすればいいんだ。これがバイオトイレ書いてある。トイレットペーパー以外の紙の使用しないでください。故障の原因となります。どういうことなの。バイオトイレは大勢の方が利用いたしますので大切に使いましょう。これじゃあ開けてみますか。不思議な、あ、なるほどなるほどですね。こちら微生物の働きで糞尿を効率よく分解してくれるということです。微生物が中にいるのかちょっとわかんないけど、まあ要はなんか発酵食品みたいなもんなのかな。それは違うか。まあでもこれは便器をね開けることはしないでおきます。まあ多分普通にトイレみたいな感じにはなってると思うんですけれども、汲み取り式なのか水洗式なのか。なるほど。使用後は必ず運転スイッチを押してください。屎尿&トイレットペーパーがおがくずの中に消えていきます。かっこえ。あ、そういうことか。じゃあおがくずが多分入ってるでしょうね。でそこに微生物がいっぱいいて分解してくれるんだ。ああ、なんとなく想像ができましたね。でもちょっと開けることはやめておきますね。あのお食事中の方もいらっしゃるから。お食事中の方もう離脱してるか。じゃあこれでバイオトイレは閉めておきます。また秘境駅あるある、これね。こちら謎の木の棒っていうのがね置いてあるんですよ。これマジで秘境駅ってあるんで、なんか置いてある。これね杖なのか、それとも出てきたねあの野生動物を倒すためのものなのかちょっとわかんないんですけど、にしてはねこれとかだってちょっと倒せないですよね多分ね、これだったら負けますね。まあこれならなんとか倒せそうですけど、いやまあでもそれでもね正直クマにここで鉢合わせたらまず終わりじゃないかな。あのこっからねこの奥が海岸になってるんですよ。海になってまして、だから釣り人の方とかがこの駅を利用されたりもするらしいんですけれども、内浦湾ですね。本当に綺麗な、最初冒頭の映像で流れたと思いますが、スーパー北斗号はずっと内浦湾に沿って走っていくということになります。地図で見てみるとこんな感じですね。まさにこれが内浦湾になるわけですけれども、あ、こんなところで倒れても本当に気づかれないですから。あのちなみになんですけど、近くに家屋これ一軒もございません。あの昔10年くらい前までは7、8軒あったらしいんですよ、建物がね。つまり地域の方が、地元の方が住んでいらっしゃった、要は最寄り駅小幌っていう人が存在したわけなんですよね。ただ今は一軒もいないということで、鉄道ファンの方が本当に主に利用するということになっています。まあ、先ほどですね、僕の他に2人今鉄道ファンの方がこの駅にいらっしゃるんですが、ちょっとお話ししてですね、あのありがたくも僕の視聴者の方でして、 YouTube もやっていらっしゃると。でね、虫除け僕ね持ってくるの忘れてたんですよ。ありえないですけどね。ちょっとバット持たずにバッターボックスに立っているようなもんなんですが、ちょっと貸していただいてね、本当に助けていただいてありがとうございます。でもこの雰囲気はすごいな。ネットとかで調べるとこの近くで野宿したという猛者の方もいらっしゃったんですがね、ちょっと僕にはそれはやる覚悟はないかな。だって夜になったらこれ多分街灯これでしょ、これ1個ともうないんじゃない。列車の明かりぐらいですよねあとは。まあ利用客数もねデータが取れないって、まあそりゃそうだわなっていう形で、いやさすがはねこれ利用客の数字のデータが取れないっていうのもよくわかります。これすごいのはこれ中線になってるんですけれども、もう今はね使われていないの、もうこれ今はね使われていないっていうのがわかります。もう線路が続いていないんですよね。でここに線路が伸びていて、中にもこれこんな感じでかつて穴が開いていた、それを埋めたような跡があります。まあ、これはですね、もともとこの区間っていうのは複線ではなくて単線であったので、その時に使われていた、つまり複線化工事によってこの穴がね3つ掘られたということになったんですが、真ん中はもう使わなくなったというところで、今はね閉鎖されているんですね。すごい、こんな違うのかってね、列車が走ってるか走ってないだけでもう完全に森ですから。そして函館方面トンネルから音が聞こえてくるぞ、なんか来るぞ、これすごいな。あ、こっから見たらこんな感じなんだ。貨物だ、貨物。あ、違う。ああ、スーパーホッペや。おい、すげえ、かっけえ。クソかっけえ。クソかっけえ。めっちゃかっけえ。振り子式のキハ281系です。スーパー北斗。まさにね、僕北海道の特急って言ったら一番にあれが思い浮かぶんですけれどもね、ただ特急に乗ってる方はずっとトンネルだ、耳が痛いなと思ってるね最中ですよ。それで5秒ぐらいでねプッと通過していって、僕もねこれいつもね小幌通過見ようと思ってねやるんですけれどもね、あ、気づいたら小幌通過してたって。僕そんな感じ、知っててもそれですからね。知らない人からしたら駅を通過した事実にすら気づいていません。何なんかあのスーパーのね、あ、いらっしゃいませいらっしゃいませみたいな音質でなんか流れてきたんですけれども、これちょっとでも用語がすごかったな。列車番号みたいなで、列車が遅れているっていう案内が今流れたんですけど、何無線かな。でも多分お客さん向けの放送ではないような気がします。ざっとね1時間いるわけですけれども、どうですかね。ちょっとねこう駅の中、駅前をうろちょろするだけでですね、あ、まあこれすごいなっていうのは、だってねこれ普通に夜になったらって想像してくださいよ。もう完全に肝試し状態だと思うので、もう大体どうなってるのかっていうのを、ね、見ることはできたかなと思うんですが、じゃあねなんでこんなねこんなところに駅があるのかっていうところですよね。まあ、利用客数も少ないというところでこうしっかりと存続されている、まあ、その理由っていうのは
何なのかと言いますと、まずこの小幌駅なんですが、1943年に小幌信号所として開設されたのが始まりです。まあ、この信号所という名前ではあったんですが、旅客も取り扱っていたということで、まあ、当時は単線だったということで、トンネルもね、今3つありますけれども1つしかなくて、まあ、そうすると列車がね、行き違い交換を行わないといけないということになりまして、ここら辺はもうずっと山が続きますから、まあ、ちょっとのね空間でもこのように開けたところがあったので、ここに開設されたと。まあ、何がすごいって、最初はね有人駅だったっていうのもね意味わかんないところなんですが、後に伏線化、それから無人駅化されて現在に至っています。さあ奥の方から、おー、クソかっけえ、白いスーパー北斗号、札幌方面に向かう特急も見ることができました。やった。でも小幌でね、あの通過する特急見るっていうのは夢だったんですよ。なんせね、普通列車函館方面から2本しかないんでねなかなか来れなかったんですけども、よかった、見ることができた。天気が良くてよかったですよね。なんか霧があったりしたらね、クマが出やすいみたいな聞いたんですけど、まずクマと遭遇するより先に蜂に遭遇したんで、でなんか生きることのありがたみっていうのを味わうのにも、この秘境駅探訪っていうのはいいのかもしれません。まあ、ちなみにですね、無人駅化されてからこの駅もう廃止にするっていう検討もなされたことがありまして、2015年にはですね、もう保守のためにちょっとコストがかかりすぎるというところで、 JR 北海道もね、ちょっと廃止するか迷ってるわみたいな、まあそういうスタンスではあったんですが、まあ、利用状況っていうのもね非常に少ないということで、2015年には、まあ、JR 北海道がこの地元にですね、もうすいませんけどちょっとこの駅は廃止にしようと思っておりますと、まあ、そういう意向を伝えるということをしました。だから最初は本当にね、もう廃止寸前まで行っていたんですね。まあ、ただ地元の豊浦町という町になるんですが、町ぐるみでですね、駅の管理とか運営をやっていくというところで、この豊浦町と JR 北海道で協議を続けまして、まあ、つまり町からもこうお金を、まあ、援助といいますか、お金を出して、まあ、このようにぺちゃくちゃ喋るうるさい不審者がね、こうやってこの地にやってくることができているということです。本当に感謝しないといけません。でまた時刻表を見てみるとですね、こちらは東室蘭方面ですけど、15時45分っていうのが僕が乗ってきた始発列車になります。そして次が終電19時44分まで来ないんですね、4時間ぐらい。まあ、一方でこちら函館方面ですけれども、次来るのがね17時今が1分なんで38分に来る。これ逃したら20時3分つまりね、次こっちに折り返していく列車を逃すとですね、もう肝試し確定ということになってしまいます。肝試しっていうのは全然別にお化けが出るとかじゃないですけど、普通に怖いですからね。だって明るくても怖いのにねマムシとハチが出るってもう最初に言ってますから。いやまあだから明るいからこそ、ちょっとじゃあ探索してみますか。次いつ来れるか分かんないですからね、うん、ちょっと道の方歩いていきます、行けるところまで。まあ多分大丈夫だと思うし、もしクマが出たらですね、わーっと大声で叫べばですね、もう二方人がおりますって、ね、なんとかなるかなっていうところで、一応これですね、これが道になりますこれがメインストリートです。なんか奥に見えるけど、ワニ密漁、ウニを取るなって言ってですよね。そうかそうか、ワニは出ないか。ちょっとじゃあこの海岸に近づいてみますか。橋を渡って、おーおーおお、小幌版のレインボーブリッジです。さあこれを渡ると、でもなんか案外さっきすごい虫がひどかったけど、何疲れたのかな、もうちょっと夕暮れがかってますか。ただ下に本当に気をつけないといけません。マムシがね出る、マジで出るんで、いや怖いな、普通に怖いな。でもこうやって人が歩いた跡っていうのがあってですね、非常に歩きやすいところになっています。近くにもね観光スポットがね2つほどあってですね、皆さんぜひ調べてみてください。ちょっと僕は行く勇気はなくて、やっぱりね山登りをしないといけないので。もうこれは落石かな、どっかから落ちてきたのか。あ、これか、文太郎浜がこっちで、岩屋観音って読むかな、こういうスポットもあるみたいです。あーもうこの先行ったところが、ちょっと待って、 なんだこれこれ大丈夫これなんかすごい方向に曲がってるけども、スキーのジャンプ台見たくなっておりますが、こういうところ登って越えていったり、聞こえますよねこんな感じで、波の音っていうのも聞くことができます。なんか列車が来るみたい。だからですね、ここをカシオペアとか、それからトワイライトエクスプレスも通ってたってことですよね。そう考えるとすごいな。函館方面についてですね、札幌に向かおうと思ったらここを通ることになるわけです。だからおそらくですね、皆さんの中にも実は気づいてないだけでこの駅通ったことがあるっていう方はね結構多いはずです。まあ、このように通過列車はね、本当山ほどだいぶ多いぞこれ、頻繁だからこそね、こんだけ列車が止まらない小幌駅の秘境っぷりがね、コントラストとして鮮やかに見えてきますけれども、あもう勘弁してちょっと乗せてほしいなそう、実はあの
この駅ですね、特急が止まったこともあるんですよ、1回ね。というのは2016年に普通列車がですね、誤ってこの駅を通過してしまったらしいんですね。運転手さんの勘違いとのことなんですが、そうするとですね、終電が行ってしまったと。お客さんがその時ね、小幌駅に2人いたらしいんですけど、取り残されてしまいまして、それちょっとまずいじゃないですか。で、野宿確定なんで、それはできないというふうになりまして、特急北東号が臨時停車を行った、そういう歴史もあります。ちょっとこれ気づかなかったんですけれども、こちら函館方面、これ駅の音あるやん、秘境駅あるある。しっかりとね、スタンプラリー方式で回収していきます。これが重りか。これなんだこれ、なんだこれ、高岡式。ああ、え、なにこれ、ちょっとこれ何言ってるかわからないんですけど、なんかこれだいぶ昔からありそうな謎の重り。ああ、これあれか、なんか機器ですね、何かの。よし、駅の音が入っているようです。おお、駅の音はね、僕が見たら絶対に書くことにしてるんです。あ、すごいな。こんな感じで雨に全然濡れないようになってるんですね。こちら小幌駅の音11冊目ということで、すごい愛されているのが分かります。今僕8人すごく愛されてるんですけど、よし、これで OK、 記入完了。いや、でもやっぱあれだな、北海道は涼しいな。意外と夏に来て正解だったかもしれない。ここはもう山に囲まれててね、日差しがもう落ちようもんなら、もうちょっとむしろ寒いっていう感じですね。半袖は完全にミスったんで、皆さん絶対に虫除けプラス長袖はこれマストだと思うので、すみません、僕は反面教師にしてやられてですね、はい、降りて3分で蜂に襲われる、これはもう一生言い続けますから、僕は小幌駅は。いや、これ冬にもちょっと来たいですけどね。これはおそらく昔使われていた枕木かな、多分そういう形をしてるんで、そうだと思うんですけれども、こういうのが山積みになっております。なんかでもすごいですよね、ロマンがあるというか、80m、たった 80m だけの山と山の間に開けた空間に駅があると。ずっと存在していてほしいね、そういう駅だなと思います。どう考えても非日常じゃないですか。でこういう駅に来てね、こういう経験ができるってことはね、こう一つ一つ絶対忘れないですから、人生においてね。だって普通に考えてさ、ホームを降りたと同時に蜂に襲われる駅なんかまあないと思うんですよ。いやー、これはね、秘境駅、僕はどの秘境駅に行っても思うことですが、来てよかったなと、そういうふうに思います。時刻は17時22分ということで、折り返し、僕はちょうど北方面に行く通列車っていうのがあと10分ほどで来ます。あのね、今日夜までいるかちょっと悩んでたんですがね、僕今日はね、ちょっと帰ることにします。多分ですね、普通にこれ僕一人になるじゃないですか。そこで野生動物が現れた時にね、ちょっと僕生きて帰る自信がないのでね、やっぱ命が大事なんで、皆さんこの動画が見られてるということは、僕は無事にね、しっかり今日帰ってお布団で寝れたということなんで、安心していただいてですね。ただ僕思ったのは、この動画ってずーっともうこの駅周辺で撮ってるじゃないですか。こっからね、あまり離れていないんですよ。これはね、まあ、離れていないというよりは離れることができないんですね。何もないんですね。だから道が本当にここにありましたけど、あそこで海岸沿いに行くという、本当選択肢はもうほぼその一つ。そのか、山越えしたいなら、まあこっちからしてくださいという感じですけれども、例えばビンゴ落ち合いとかは、まあ秘境なんですがね、山にすごい囲まれてるんですけど、もう車がね、通ってて、まあ、車道がある、もう見えるわけですよね、人の気配がある。で、また前、四国で行った坪尻なんかも、まあ、あれもね、道に接続はしてないんですよ。ただ20分ぐらい歩いたら、あの車が走る道に出ることができるんですよね。でそういうのがもうないんですよ。ちょっと頑張ったらどうにかなるっていうものではないので、もうここにいるしかない、まあ、小幌に来たらね、いかに他の秘境駅が恵まれていたのかっていうのも分かります。まあ、それだけキングオブ秘境駅、日本一の秘境駅に本当にふさわしい駅だなと。1時間ちょっといただけですけれどもね、そう思います。おそらく小幌駅滞在最後と思われます。通過列車、貨物列車がね、行きまして、やっぱり通過列車がね、本当多かったなという印象ですけれども、列車はさらにトンネルを抜けて室蘭本線を走っていきます。通路を横断しないでください。さあ、ということで、ま、僕が帰る便が、まあ、別にこれ乗らなくても、あの終電はあるんですが、まあ夜のね、あの小幌駅の映像はちょっと YouTube を漁っていただいてですね、あの見られますんで、ちょっと僕はそろそろ帰ろうと思います。まあ、夜の小幌駅見るのもありだったんですが、僕やってみたかったことは、この小幌をね、特急で通過してどんな風に見えるのかっていうのを見たいので、一回長万部に帰ってですね、特急に乗って改めてこの小幌駅を通過してみようと思います。どんな感じで見られるのかっていうのを見て、今回は日本一のアルティメットスーパーハイパーウルトラ秘境駅、小幌駅の探訪はね、終わりにしようかなというふうに思っております。ちょうど僕の方からこのライトの色っていうのもね、貨物列車とはまた違う LED 最新鋭の車両です。おしゃまんべ駅の普通列車が到着。いや、すごいな、本当に文字通り、まあ、1日この駅を発着する6分の2を見てるわけですが、もう暗かったらこれ本当に涙出てくるんじゃないかな。列車が見えたらね、それぐらい明るくても秘境感を感じさせる駅でした。ということで、とりあえずこの列車に乗っていきます。さあ、そして1回改札を出まして、改めてですね、折り返して
奥の方からやってきましたスーパー北斗号、もちろん小室駅は通過します。なんかね雨が降ってきたんですよね。タイミング良くというか悪くというかですね、小室を去ってすぐ雨が降ってきまして、このようにどん天どうなるのか、これからもう太陽もね落ちますから暗くなるところですけれども、小室通過っていうのはどんなものなのか、先ねずっと通過される側でしたから、通過してみて、さっきまでいたところをね通過するっていうのがねなかなかいいんですよね。これに乗っていきます。いやすごかったな。だいぶ暗くなりましたが、小室駅あれは気づかないですよね。5秒とか言ってましたけど2秒ぐらいでした。あっという間。ただなんか知る人ぞ知る秘境駅にね本当に行けた気がしてね、今日は本当に楽しかった。今回は JR 北海道室蘭本線小室駅のご紹介でした。この動画をここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。